皆さんこんにちは、梶由紀子です。今日はこちらのソーダストリームシロッププレミアムレモンライムフレーバーレモンライムのソーダを作ってみようと思います。この間紹介させていただいたウォータードロップの方は甘みがないタイプだったので、こっちはねシロップって書いてるから甘みがあるタイプになっておりますので、これの味も紹介していこうと思います。すごい爽やかそうで楽しみですね。まずはソーダストリーム専用ボトルの水位ぐらいまで水を入れてガスを注入してください。今回はこの私の携帯用のマイオンリーボトル、ソーダストリームのオリジナルボトルを使っていきます。これもここに線の絵があって、ここまでソーダを本当は入れるんですが、今回は水位まで入れていいのかな。シロップ1に対して炭酸水7の割合。そうなんだ。ってことは8分の7水を入れればいいですよね。8分の7、まあちょっと少なめに入れてみましょうか。でも甘さがそんなに甘くない方がいいから、線のところよりちょっと少なめに入れるぐらいでいきますね。1センチぐらい上げていこうかな。ちなみにこのお水はよく冷やしたものを使ってくださいね。炭酸が入りやすくなりますので。見えるかな、この線より1センチぐらい開けてます。ここにシロップをね足すことになるんでしょうね。1リットルだと6回使えるようです。6リットル分というふうに書かれています。ではこれを早速ソーダにしていこうと思います。ここに板がついてるので、これに水平に入れていただいて、奥に入れることによってセットします。ここが宙に浮いた状態になりますので、これでセット完了です。スピリットワンタッチはこちらにボタンが3つついておりまして、炭酸の強さを自分で選ぶことができます。 500ml の分はこの1の目盛りで十分なので、この1を押していきます。電源を入れて押します。そうするといい感じで炭酸が仕上がっていってます。簡単ですよね。もう炭酸ができました。ではこれを前に引き出して水平に引くと炭酸が完成です。じゃあここのメモリの1メモリ分を入れていきましょう。キャップに入れるみたいよ。計量どうやってするんだろう。計量してくださいって書いてあるけど、計量用のボトルキャップで、んあ、いい匂いがします。レモンライム、液体はオレンジ色みたいな液体、レモン果汁。どう計量するのかもわかんないんで、ちょっと目分量でさーっと入れてみたいと思います。甘いのかな、あれ見てみよう。あーでもいい感じなんですよ、美味しい。じゃあこれを注いでいきます。あ、すごい合わさってる感じがする。シュワー言ってる。どう、これぐらいでいっか。少しだけ入れてみましたよ。まあ閉めますね。ということでここにレモンのシロップを入れました。あ、これじゃない、これでまずそうになりました。この専用の蓋をして、炭酸が抜けてしまわないようにゆっくりと混ぜ合わせていきます。多分ね7対1って書いてるから、こんぐらいの量でいいと思うんですよね。ほい、では早速ですが飲んでみようと思います。うん、いい匂いです。いいよ。はい、できました。見た目は透明感があって色とかはついてない感じですね。じゃあ飲んでみます。いただきます。うん、ああ甘すぎなくていいですね。そんなに甘ったるくなくって爽やかで飲みやすい味です。でこれも合成香料とか合成着色料とか保存料は不使用になっておりますのでね、体に優しいシロップでございます。この間のウォータードロップもすごく良かったんですけど、これもちょっと甘みが足されてて、すっごい喉渇いた時とかお風呂上がりとかに飲みたいなと思いました。でこのボトルだと持ち運び用になるんで、こうお出かけの時に持って行っていただくのはいかがでしょうか。今日はソーダストリームシロッププレミアムレモンライムフレーバーを紹介してみました。甘すぎないのですごくドライにも飲んでいただけると思います。ぜひお試しください。